皆さんどうもこんにちは、プラ吉です。はい、ということでね、今日はね、僕のまあその僕の中でね、ウイング系の中で最も好きな機体、はい、僕のウイング系の中で最も好きな機体は何でしょう。はい、そうですね、トールギスですね。最初トールギス見た時にね、この中途半端なガンダムフェイスが A だったんだよ。あと武装もなんか、ね、微妙だし、このドーバーガンの接続部分こんな弱くていいのとかね思ってました。ただ第9話かな、多分第9話だと思うんだけど、ゼクスとさ、ノインとオットーのさ、あのトールギスをめぐるやりとりでさ、一気に好きになったね。やっぱ物語が良くないとね、それに登場しているモビルスーツも好きになんないね。あのオットーのさ、あのゼクスに対する思い、オットってあの男の部下なんだけど、あのトールギスのテストパイロットやったんですよ。そしたらね、あのアバラが折れて内臓が損傷しちゃったんだけどね。ゼクスも最初さ、トールギスのさ、あまりの加速にさ、口から血が入っちゃったじゃん。このままでは死ぬなっつって。そんな感じでトールギスはね、あの一般の人にはね、乗りこなせないんですよね。でもオットは、あのトールギスが必要だっていうことを証明するために、あのトールギスに乗って、ね、死んじゃったんですよね。体の中ボロボロなのにね、トールギスに乗ったせいで体がボロボロになったのに、そんでもトールギスに乗って、戦って、死んじゃったんですよね。あの、オットーのセリフ、やらせてください。オズのためではなく、あなたのためにってね、もう、ゼクスがね、好かれる理由わかる。ゼクスマークス。ミリアルドピースクラスね。かっけえもん。かっこいいし、なんだ、あの魅力。まあ、なんつうんだろうな、実力はある、イケメンなのに、威張らない、天狗にならない、かっこつけないんだよ、ゼクスは。気さくでさ、なんかほんと、なんだろう、いいやつになってシャアみたいな、まあ言い方悪いけど、いいやつになってシャアみたいな、めめしさと、ずるさと、無責任さが抜けたシャアみたいな感じで、シャアの上位互換ですね、ゼクスは、俺の中だと。第2話でもね、部下にフレンドリーにさ、お前たちにいいもの見せてやろうっつってさ、ガンダムの写真見せてさ、我々は運がいい、ガンダムを見て生きているんだからなっつってね、フレンドリーな感じとかね、ノインのね、何、女心分かってるとかね、部下思いだったりとかね、一部下に対して、もうあんだけ必死になるゼクス、素晴らしい。そんな感じで第9話だったから違ったらごめんなさいね。オットーと、ゼクスとノインの、味わい深いやりとりの回。で、一気にトールギスが、もう、なんだ、ストーリーがいいから、やっぱその、機体もね、すごく魅力的に見えちゃうっていうね。で、しかもこれ、なんだ、プロトタイプリオーっつってね、まあ、このマスクとリオーの顔があるんだけど、まあ、これ、ガンダムに匹敵する性能を持ってます。匹敵っていうか上じゃねえかな。その根拠はね、モビルドールが、すげえなんか猛威を振るったとき、こいつね、こいつ、モビルドール、トーラスが猛威を振るったときに、覚えてます皆さん。こいつに、ね、デスサイズが全く対応できなかったんだよ。宇宙に上がったデスサイズが。まあ、デスサイズが地上用っていう設定があるらしいんだけど、まあ、漫画だと地上用ってはっきり言ってたんだけど、テレビアニメだと地上用とは言われてなかったけど、一応デスサイズが地上用とはいえ、なんだろうな、ほんとかすりもしないっていう、トーラスに。バスターシールドもダメでさ、サンドロックも、もうギリギリ追いつけるか追いつけないかみたいな感じでさ、そんな中、こいつは宇宙にこのまま上がって、トーラスに対して楽勝だったし、もっと言うとビルゴにも優勢だった。ビルゴに関してはね、ドーバーガンは効かないものの、プラネットディフェンサーでね、ビームサーブルでね、瞬く間に叩き切ってね、全滅させてましたね。そんな感じでね、俺の主観だけど、トーリスはね、多分全空域で戦える機体なんだよね。で、多分ウィングガンダムもね、あいつ、全空域でいけるんじゃねえかな。あいつも結構頑張ってたよね。ビルゴの時にさ、もうあの時ウィングゼロが出てたのに、
ヒールはウィングガンダムに乗ってさ、ベルゴ部隊と結構いい戦いをしてたよね。性能では負けてないんだよ。だって、物量で回してただけで、ウィングガンダムのね、無印のね、無印のウィングガンダムの、バスタービームライフルは、ビルゴのプラネットディフェンサー、貫通できるんでね。うん。だからね、ウィングガンダムと、トールギスはね、初期のね、主役機たちの中だと、多分ツートップだと思う。うん。まあ最初の対戦でね、ウィングガンダムとトールギスがね、戦った時にね、まあトールギスが優勢に見えたのは、多分性能ではなくて、ゼクスの腕ですね。ゼクスの方が、まあ、ヒーローより、まあ腕が上だったんでしょうね。うん。まあそんな感じでね、トールギス。だってそもそもね、物語終盤でさ、トレーズ様がトールギス2に乗ったけど、性能変わんないからね。性能変わんないのに、モビルドールのさ、ビルゴ2に全然優勢というかさ、うん。だからトールギスってね、性能いいんですよ。で、もっと言うとトールギス3、もうそうなんだけど、トールギス3って、めちゃくちゃその1と2と比べて性能高いと思われがちだけど、武装以外一緒だからね、基本的に。武装以外、機体性能一緒なんだよ、ね。うん。一緒なんだよ。トールギス3って一緒だからね、1と2と武装が違うだけで一緒だからね、基本的に。うん、だって、一緒なのほとんど。ほんと武器と顔だけだよ。だから、トールギスっていう機体はね、このプロトタイプ DO が、いかに性能が高いかっていう。まあ、ガンダム以上と言っていいんじゃない？ガンダムなんてね、回収しないと宇宙だとさ、トーラスにも勝てないみたいな感じでさ。うん。まあ、ヒーローたちね、ベテランパイロットからしたらね、モビルドールのね、直線的な動きなんで、途中で見破っちゃってね、全然余裕だったけど。うん。まあでも序盤トーラスにね、めっちゃ苦戦した手を焼いたガンダムチームとアウルハーに、こいつはね、宇宙に上がってね、別に機体も改造もせずに、ね、トーラス、全然もう優勢で戦って、なんならベルゴともね、優勢に戦ってたからね。うん。トールギス本当にね、素晴らしい、高精度の機体ですよ。はい。なんで封印されたんだっけ、あれ。誰も乗れねえからだっけ、誰も乗れなかったんだっけ、あれ。うん。これね。いや、このキット、多分白のパーツはね、半ツヤ、ツヤ消し、ツヤの3種類あるんだっけな。こういう場合って塗らない方がいいんすかね。うん。生かした方がいいんすかね、こういうのって。さあ、RG ってさ、塗り気が起きなくてさ、すごく塗ったけど、地獄だったな、あれ。皆さん、聞きたいんだけど、RG って塗る？塗りますね。成形色も、なんか、半ツヤ、ツヤ消し、ツヤって、三つも用意してくれてんのになんか、塗っちゃったら意味ないしな。これ、アンダーゲートじゃないの？あ、違う。ゲート処理だけして、終わりにしようかな。なんでもかんでも塗ればいいってもんじゃないもんね。あのそんな感じで。僕、トールギスが一番好きだよって、話ですね。うん。でね、トールギス2のもガンダムフェイスいいなと思ったけど、やっぱ、これが一番いいよね。うん、1、2、3で一番、1がいいわ。うん。3はちょっとね、ちょっとこの辺がちょっと変だな。なんか無特徴だったな、顔が。これでいいと思う、トールギスは。うん。かっこよくない？これ。うん。ただこのね、RG。これ漫画版なんだってよ、漫画版。うん。このね、シールドのね、黄色い人はいらねえわ。うん、テレビアニメ版が良かった。漫画版はどうも。うん、配色が嫌い。うん。あ、確かあれだっけ、これ。トールギス、の MG でさ、あれだっけ、テレビアニメ版ってプレ版出てたっけ。俺、トールギスは MG 持ってんだけど、これ。MG 持ってんだけど、敗者たちの栄光っていうよくわかんないやつね。読んでねえけど。あれバージョンの MG のトールギスで持ってんだけど、あれだよね、ノーマル版っていうかテレビアニメ版出てるよね、プレ版で。出てなかったっけ、出てた気がしたんだけど。うん。じゃあ、これって、ガンダムベース東京とかでこれ、あ、チタニウムフィニッシュ出てるんだっけ、これ。出てるよね、多分ね。うん。チタニウムフィニッシュにするのはいいけどさ、このゲート、もうこういうものってさ、何かしら出すって分かってんだからさ、最初からアンダーゲートにしてるって言ってたよ、お前。ああ。
どうせ出すんだからさ、北に向けこう現地だって言ったよ。あんだけで不適切なの。T シャネーなのって。はい、そんな感じでね、クラッチでしたら、あれば、あれです。